こんにちは、渡辺美雪です。今回はお仕事で1泊2日をする日の Vlog をお届けしたいと思います。大阪に行ってきました。はい、まずは新幹線のお供を買います。お茶と大好きなガルボ丸飲み。大阪へ向かう新幹線の中ではこんな感じで iPad で雑誌を読んでました。移動時間は本読むか SNS か寝るかなんですけど、2時間半あっという間でした。新大阪駅に着くとちょっと天気雨だったと思います。というわけでこれから宿泊先のホテルへ向かいます。優しいホテルのスタッフさんが荷物を運んでくださいました。今回はリーガロイヤルホテルに宿泊しました。お部屋に着くのがドキドキする時間ですよね。どんな感じかなってワクワクしてました。こんな感じでした。お部屋のテーブルにお花が飾ってあってとても綺麗で嬉しかったです。軽くお直しだけします。大阪でお仕事なんですけど、大阪国税局主催のワインのイベントでとても楽しみにしております。私はね、実はね、柏原市、ぶどう畑が柏原市にあるんですけど、ちっちゃい頃に何度も行ったことがあって、たくさんぶどうを食べたので、そんなゆかりのあるワインとなっております。切っても切れない関係ですね、私とワインは。そうなんですよ、知らなかったでしょ。お腹すいたな。お腹がすきました。もうできた。これね、最近買ったんですよ、リファのちっちゃい持ち運べるアイロンで、これ1個あればよくお仕事の時とか旅行の時とかもめっちゃね、便利なので。学生の子とかでもさ、あとメイク直したいとかさ、学校帰りとかにさ、お出かけするとか、そういう時とかにもいいと思います。オイルさんもめっちゃ使えると思う。お仕事帰りにご飯食べに行くとか、バッグに忍ばせてても全然いけるサイズなので、おすすめです。用意終わりました。お友達と約束してるので行ってきます。すごいカフェラウンジに来ました。どんな感じやろ。お部屋に戻ってきました。お腹空いたから Uber Eats を頼みました。お腹空いた。おはようございます。朝が来ました。ちょっとだけ寝坊したので朝ごはんが食べれなかったです。そしてお部屋にメイクさんが来てくれてます。メイクしてきます。メイクできました。今日はこんな感じです。衣装はこんな感じです。今日はリーガロイヤルホテル大阪でワインにまつわるイベントがございます。出演してきます。行ってきます。これからね、GI 大阪スタートアップ支援イベントが始まります。GI というのは、ワインの産地を正確に正しいですよっていう法律で定められた、規定されたものを言うそうです。知識がまだまだないので、これを機にと言いますか、ワインの勉強をしていきたいなって思いました。柏原市に親戚が結構住んでて、ワインにゆかりがある柏原市ということで、今日呼んでいただきました。自分がちゃんと話せるか心配なんですけど、勉強させていただこうと思います。ワイン好きの皆さんはいますか？ GI 大阪、注目してみてくださいね。大人のレディーなので、ワインについて勉強していこうと思います。じゃあね。イベントはこんな感じで、話すとき緊張しましたがお勉強になりました。 GI ワインの誕生ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。大阪のデラウェアのワインがもっと広まるといいですね。よろしくお願いします。もう生きて
してください。イベント終了後に大阪国税局長と TikTok を撮ったりしました。めちゃめちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいです。これはアスカのデラウェアワイン2021のワインです。あの甘くって初心者の方とか初めてワイン飲む方もおすすめです。すっきりとしてるけど甘みもあって美味しいワインです。さあ、すごいことが起きました。私はカムークラのラーメンを食べて育ったんですけど、なんとですね、カムークラのラーメンを愛してやまない私にカムークラさんからすごいプレゼントが届きました。びっくりです。これは事件ですよ。カムークラ VIP カード、世界で20人くらいしか持ってませんよこのカード。カムクラで出すと無敵です。スターです。ゴールドカードブラックカードっていうのがあって、ゴールドカードはラーメン類全部の A2 に無料、同伴者も無料、ブラックカードは4人しか持ってなくて、それは出前とか出張とか貸し切りとかもできる、まあ事前に言ってもらわないといけないけど、無料でカムクラのラーメン食べたい人、私と仲良くするしかないで。この上にはブラックカードっていうのがあるらしくって、ブラックカードは4人しか持ってないそうです。でしかも出前とかしてくれるんですって、無料で。やばくないですか。ちょっとね、まあいつかブラックカードにふさわしい人になれるように頑張ろうって思いつつも、まあ、めちゃめちゃこれ嬉しい。すごい、もうほんまに小学生というか、もう物心ついた頃からカムクラを食べて、週に 2,3 回とか中学生の時はダンスのねレッスンの帰りに食べに行ってたりしたので、最高です。もっとカムクラ食べに行きます。これでみんなもゴールドカード目指してね。新大阪駅に着きました。これはなんとカムクラに来ちゃいました。新大阪にあるカムクラです。じゃじゃん、今からラーメン食べます。美味しいラーメンを注文しようと思います。でも煮卵ラーメンにしよう。じゃあご注文からお伺いいたします。煮卵ラーメンをください。煮卵ラーメン、え、何にします？どれにします？2つください。こちらの煮卵ラーメンを2つ。はい、はい、ありがとうございます。はい、これありがとうございます。ご提供ありがとうございます。すごい、すごくないですかこれ。初めて見ました。自慢にしていきます。ありがとうございます。ぜひまた今後よろしくお願いいたします。ゴールドカード、カムクラ食べたい人、私に、私と仲良くしたら食べれるで。0円です。煮卵ラーメン、いただきます。ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。